日常演舞の食歌日記にようこそ。さて本日の演舞はこちら。ではごゆっくりお楽しみください。こちら鍋焼き屋金田のお水がいらないお堂ラーメン背脂醤油を食べたいと思います。なんかいかにもこってりしてますよってイメージなんですけど、どんな感じなんでしょうね。ちょっと作ってみました結果、はい、こんな風になってます。背脂って感じはあんまりしないですね。でも食べてみたらどうなのかな。ではちょっとツルツル。ではいただきます。チャンネル登録よろしくお願いします。さっぱりの中にもこってりしたコクがある、そんなスープですね。麺ともよく絡みます。そして先ほどは申し訳ございませんでした。醤油が入っているというじゃないか、背脂が入っているということもあるのか。醤油ラーメンなんですけど結構こってりした味わいでしたね。でそれがもっちりとした麺とよく絡んでとっても美味しかったです。こってりした味が好きな方にはおすすめですね。反対にあっさりした味を求める方はちょっとかもしれません。というわけでこちらの点数とさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると、そしてよろしければ他の動画も見ていただけると、動画を拡散していただけると嬉しいです。演舞終演。お楽しみいただけましたか。もしそうでしたらチャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。ではまた次回の演目でお会いしましょう。